この細川藤高っていうのはですねもう一言で言うと戦国時代のミスターパーフェクトです。ミスターパーパフェクト、もう、ね、何でもできるんですよこの人マジですごいんですよ古今伝授の唯一の継承者剣術も弓術も馬術も和歌茶道も蹴鞠囲碁も料理もパーフェクトなんです怪力だおれやっ はい。そして、弟の藤高は、まあ、賢いですからね、信長のもとでね、もうあの、いい感じでね、能力もあるから、もう、テキバキテキバキ仕事をこなしておるわけですよ。そこで、えっ、ー、と、明智光秀、信長のね、織田軍団の中でも、ガンガンに出世してって、もう、えー、方面軍を任せるだよね、軍の司令官になった光秀のもとに、えー、使えることになります。で、光秀と一緒に、まあ、いろんなところのね、戦いに参加してたと言われてます。で、そこでですね、光秀の娘、 明智玉っていう子がいるんですけど、後の細川ガラシャです。ね、有名なですね、細川ガラシャ。その、光秀の娘と、えー、藤高の息子を結婚させて、えー、光秀とは、だから親戚同士になるわけですねで。光秀の、もう本当になんか、まあ、友ですよね。一緒に戦う、戦友になっていくわけですよね。親戚でもあり。すごい強い絆で結ばれて、二人は信長の下で、ガン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 こうね、えー、戦をして、勝ち進んでいくわけです。しかし、ね、 起こるわけですよ本能寺の変が、明智光秀が突如、謀反を起こして信長に、ね、反旗を翻して信長を殺してしまうと、本能寺の変が起こる。さあ、本能寺の変が起こった時のね、藤田がどうしたか、明智光秀からめちゃめちゃね、えー、と手紙が来ます。なんつってもその、自分の娘と結婚してる親戚だから、えー、藤田かよと、俺の味方についてくれと、ね、あ俺の味方についてくれ、信長を倒した後この後天下取るから、俺の天下だから、えー、藤田かにもすごいいいポジションを与える、いや、もうなんならもうね、ナンバー2にしてもいいと。 だから俺の味方してくれって言われるんだけど、藤坂は、いや、ちょっと待てよと、これ、光秀さんについて大丈夫かなと、これちょっとやばいんじゃねえか、だってなんつってもね、主君殺してるわけですから、世の中の評判も良くないし、これ、光秀さん、天下、本当に取れんのかな、どうしよっかなみたいな感じで、ちょっとね、えー、返事をね、濁してます、濁して、うーんみたいな感じでやってるんですよ、そしたら光秀はね、さらに手紙を送ってですね、いや、藤坂やと、もう分かった、もう分かった、もう世界の半分をやろうみたいな。 あドラケエの魔王みたいなこと言ってるんですよね。世界の半分をも,もうお前にやると。いや、むしろもう全部やるぐらいの気持ちみたいな。もう、俺は自分の理想のような作ったらすぐ引退して、まあとはもうね、息子とかに任せるつもりだから、藤坂のね、息子もいるじゃん。そう、忠興とかに全部任せるから、もうお願いだから、もうお願いだから味方してくださいっていう、すごい嘆願してる手紙を送ってるんですよ。それを受け取って藤坂は、いや、これ必死やなと。 光秀さん必死すぎでしょと。これ、あとないんちゃうかと。見抜いてですね、えー、もうちょっと味方しないということを決めたんですね。そこで、あの、味方しないとはちょっとやっぱね、あの、言うのは不義理だから、味方しないとかじゃなくて、いや、もう味方するとか、あの、敵になるとか、もうそういうことじゃなくて、信長さんはね、もう今まで仕えてた主君だから、その信長さんが死んだすぐ後に、もう戦とかそういうのはなんかもう良くないでしょうと。不謹慎だとって。光秀さん不謹慎。やめよう、そういうの。もう僕は、 あの、何もしませんっつって、あの、坊主頭にね、全部その曲げを切り落として、あの、もう、藻に服するんですよ。はい、不謹慎なんで、もう、何もしませんみたいな。坊主頭にしますっつって、そこで、えっと、細川雄才っていう名前に変えてですね。で、えっと、全部落としても侍でも何でもないみたいな。もう、信長様が死んだ後はもう、とりあえず藻に服すると。あの、もう、痛みます。信長様の死を痛みます、みたいな。ずっとこう、こう、やって何も動かないんですよ。そこで、もう、井で、もう、ぶち切れたらしいですけどね。ふざけんな藤田がつ。 お前マジでいい加減しろって国、世界半分あげるっつってんだよあんにゃろ、チキショウ裏切りやって、うちの可愛い娘。このガラシャってめちゃめちゃ美人だったらしいですからね。あんな可愛い娘も嫁がせてんのによ、こんちくしょうっつって。で、三秀は味方してもらえずに、ね、豊臣秀吉に打たれてしまうと。さあ、そして藤高はですね、えー、秀吉からも評価されるわけですよね。ああ、藤高。 ね、三井であんだけ言われてたのに、味方しなかったら偉いねと。これからうちで大事にしてあげるよということで、で豊臣政権でもえちゃんとね、えー、その力を発揮して、まあちゃんと加盟を残してですね、えー、修正しているわけでございます。はい。さあ、その後ね、まだ続くんですよね。秀吉の、えー、死、秀吉が死んだ後、その、今度は秀吉が死んだ後、関ヶ原の戦いが起こりますよね、えー。徳川家康か、それともまあ石田三成だとか、ね、そっちの浮田秀秀入とか、まあ、 え、秀吉。な、旧。旧秀、まあ秀吉側というわけでもないんだけども、まあ石田三成にしときましょうか、とりあえず。石田三成いいか、つくか、え、家康につくかってなるわけですね。で、藤高は、やっぱ頭いいですから、もう瞬時に見抜くと。ああ、もうこれからの時代は家い康いだねと。もう絶対家い康いじゃんと。三成無理しようと。え、一発で見抜いたわけです。で、え、三成、石田川に、石田川にはつかずに、特化型につきますと。 いうわけでございいますよねはい、でもねこれ東軍と西軍の関ヶ原の戦いってなんか一瞬で終わったみたいに言われてるじゃないですか関ヶ原で、ね、バーンってぶつかってねあのー えと、小早川秀明に裏切られて、一日で終わっちゃいました、みたいな話をよく聞くと思うんですけど、まあ、もちろん、その、テギの戦いって、その一日だけじゃないんですよ。前哨戦がいくつもあって、あちこちで戦起きてるんですよね。その時に、細川藤坂は石田三成の軍勢に攻められてるんですよ。で、城包囲されてて、西軍も結構強いですから。えー、実は絶対絶命のピンチになってるんですよね。もう城包囲されてて、いやもう完全にこれ死んだな、みたいな状況になってたんですよ。でも、えー、この後、 あの、絶対勝つのは家康だから、ここで、あの、三つ谷に降参してね、で、家康にやられちゃったら、それこそ、お家が取り潰しになるから、まあ自分の息子はね、ちゃんと生きてますから、いやもうここでもう、ね、死んでも、細川家を守るためには、もう絶対、もう家康一筋で行くわって決めてて、いやもう死にますっていう決めてたんだけども、ここでですね、これが効いてくるんですよね。この、唯一の継承者だったっていうね、古今伝授の。はい、天皇。 いますよね「古今和歌集」のね読み方わかる人この人しかいません関ヶ原の戦いが起こってて死にそうになってますええー、みたいなほし細川藤か今死にそうになってんのとね今言うですけど言う死にそうになってんのと,ちょ,と,ち,ょとちょっと待ちましょう待ちましょで「古今伝授なくなる」っつって「これ古今和歌集誰も読めなくなっちゃうじゃん」やばいよそれは」と「ちょっと助けに行って助けに行って」って言って天皇が動いてですねあの絶対絶命だった、えー、藤孝を助けてるんですよね。 で、まあ,あ、助かったみたいな、これ、古今伝授、ね、誰にも、自分以外の人誰にも教えてなかったから、いやー、誰にも教えてなくてよかったっていうことですよね。はい。で、そこでなんとか助かって、まあ、この古今伝授はちゃんとね、他の人に後に伝承されてるんですね。そういうことがありまして、で、皆さんご存知のように徳川家康が勝ってですね。で、今度は徳川政権で細川家は、もう無事に、えー、代々続いていったと。で、この細川、 え藤田家の、ね、子孫はずっと残ってますからあの総理大臣になってる人もいますからね細川さんは、えー、細川総理っていましたよね名前下の名前忘れちゃったけどだからもうすごいんですよねその血が総理大臣まで生んでるわけですからねこの残したことによって、えー、素晴らしいですただ、まあ、このね、えー、細川藤田がもうミスターパーフェクトなんですけども一つまあ欠点というかね、まあ、欠点とも言い,言い難いんだけども一つだけちょっと問題がありましてそれは、えー、その藤田くちょくさっきは名前もちちょくちょく出しましたけど藤田家の息子 細川忠興っていうのがいるんだけども、この息子がかなりちょっとクレイジーなやつだったんですよね。もうめちゃめちゃもうちょっとやばい毛があって、まあこれもね話す長くなりますんで、ゆくゆくいつかね、また別枠で話したいんですけども、まあとにかくクレイジーなやつで、まあ一つエピソードあげるとすると、えー、っとですね、まあとにかくすぐ人を殺しちゃうっていうところがあって、えー、自分の家のね、 庭師がいたんですよ。庭をこうね、ちょきちょきちょきってやって雑草を切ったりとかして庭を整えてる庭師がいるじゃないですか。その庭師がですね、えっ、ー、と、ふと、こう、家の方を見たらですね、細川ガラシャが、えー、だから、ただの奥さんですよね。ガラシャがいるわけですよ。ガラシャめちゃめちゃ美人だから、うわー、ガラシャさんかわいいーって言って見てたんですね、庭師が。それを見たね、ふじ、えー、ただね、こういう藤坂の息子ただうはね、あんって言ってたよ、おおお前何うちの嫁にお前。 色目使ってんねん「いやいやちょっと待ってあまりに綺麗だったんでちょっと見と見れてしまいました」俺以外が見ていいキャラじねえんだよブシャーっつってその場でぶっ殺したってねブシャーって殺して <laughs> でその嫁さんにね「おいガラシャお前のこと見てたあのスケベ野郎ぶっ殺したぜイエーみたいなこと言ってたっていうねそういうエピソードがあったりとかするちょっと息子の教育間違ってんじゃないかなみたいなところはありますね。 ただ、それ以外はね、本当にもう、何でもできてね、えー、全部できて、しかも夜当たり上手で最後までこうやって家を残したっていうね、すごい武将でございます。はい、この星川藤キ麒麟が来るのね、どういう風に描かれるのか、どんなエピソードがね、描かれるのか楽しみですね。というわけで、皆さん、こんえー、今日はこれまでです。またお会いしましょう。さらばじゃ